はい、どうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで今回はこちら、一人暮らし大学生のモーニングルーティンを覗いていこうということで、最近流行りのモーニングルーティン、元デイがやるとどうなるのかということで今回はやっていきます。これはですね、9時半に一回起きたんですけど、カメラをセッティングして、この動画用にね、カメラをセッティングしてもう一回寝直すという謎の行動をしております。 YouTuber にならないとね、絶対やらない行動、ベスト3に入るんじゃないかなっていう奇妙な行動で、今回はこのナレーション形式で、このナレーション一発撮りでやっていきますから、いつものね、徹底解説とかハキハキ喋ってますけど、この一発撮りのナレーションになると噛まずにいけるのかっていうのにも注目しながら、ぜひ最後までご覧になってください。さあ、いいタイミングでアラームが鳴りました。これすぐにはアラームね、いつも止めれないよという演出をかましつつ、顔を全く動かさず手だけ動かしてスマホを探り当てています。さあ、また画面を見ずにね、停止ボタンを押そうとして、さあ押せました。これで起きるのか、起きないんですね。これアラームの全く意味ないっていう感じで、でさらにね、これ停止ボタンじゃなくてね、スヌーズボタンだったっていう、この裏側で、さあ今からは、Twitter とかインスタの閲覧タイムですね。まあ、いつもこの朝の時間に結構 Twitter とか見たりしますね。で、急に伸びた。急に伸びましたね。画面切り替わって急に伸びました。まあ、伸びをしたということは、まあ、次の行動はおそらく起きるということで、これ起きないんですね、これね。なんで伸びたんっていう感じで。いつもね、こうグッと伸びてね、起きれるんですけど、最近はまあ外出自粛でね、もうずっと家にいて、二度寝し放題っていう生活ですから、結構二度寝すること、急に起きた。急に起きましたね。で、謎の9時41分アピール。さあ、洗面台やってきました。朝起きてからまず一番最初にすることは手洗いうがいですね。手洗いを、お早い早い早い手洗いをしつつ、しっかりね、うがいもしていきます。まあ最近この新型ウイルスの影響で、まあこの時期はね、特に気にかけて手洗いうがいをしっかりとしています。で、手洗いうがいの次は何をするのか、チョッパーのタオルでしっかり手を拭いてから、続いて洗顔ですね。これ、豆乳イソフラボンという洗顔フォームを使っています。ということで、これね、泡立てネットと一緒に使用しています。これは無印良品の泡立てネットですね。で、泡立てネットをちょっと濡らしつつ洗顔フォームをつけて、しっかり泡立てます。まあ、濃密な泡をね、作るのが鍵ということで、なんかあんまりね、手で直接洗顔するのが良くないらしくて、泡でこう擦るみたいな感覚でいつもやってますね。さあ、すすぎですね。お、早い早い早い、めちゃめちゃテンポいいすすぎということで、いつもすすぎにはね、もっと時間をかけてやっています。これカットでね、めちゃテンポいい感じになってますけど、でしっかりね、チョッパーのタオルで顔を拭きつつ、今から、導入化粧液ですね。まず無印の導入化粧液、これスキンケアのことあんまり詳しくないんですけど、導入化粧液塗っときゃ間違いないやろって感じで、いつも導入化粧液から始まってますね。でこの導入化粧液の次は、このこれ、美顔水ですね。これをですね、シルコットの、はい、ウルルコットンにつけて、はい、こんな感じにしてね、つけて顔の気になるところに軽く拭き取るという感じですね。これしてからね、結構ニキビができなくなりました。次がメラノ CC の美容液。ちょっとテンポが早いですね。ナレーションのこと考えずに動画撮ってるんで、テンポが早いですね。これもニキビ跡をね、結構すぐ直してくれて、気になるところにね、ピンポイントで塗っていく感じですね。でこれが美容液ということで、最後仕上げにこれ乳液ですね。まあ一番保湿が大事ということで、乳液もしっかりやってますね。これは同じことを夜にもやってますね。洗顔は朝と夜、夜は風呂入るときにやっていますね、いつも。さあ、続いて歯磨きをしていきます。ノニオの歯磨き粉を歯ブラシにつけて歯磨きスタートということで、確かね、このカットが長めだったと思うんで、ここでね、ちょっと歯磨きのあるあるをちょっと共有したいなと思います。で、いつぐちゅぐちゅペイ行くか問題みたいな感じで、そう、友達ん家にね、泊まって夜一緒に歯磨きとかするときに、こういつもね、このタイミングでぐちゅぐちゅペイ行ってるんだけど、今行ったらちょっと、あれ、あいつなんか歯磨き終わんの早ないとか思われるの嫌やから、ちょっと友達の様子伺いつつこう歯磨きをして、でもいつもこのタイミングでぐちゅぐちゅペイしてるから、ちょっと口の中が気持ち悪くなってるみたいなね、ぐちゅぐちゅペイいつ行くか問題っていうの、歯磨きあるあるで1個紹介しました。
さあ続いて朝ごはんですね。朝はパン派ということで、いつもねパンは5枚切りのもの、まあ長熟とかロイヤルブレッドとか多いですね。パンをトースターに置いて、今からねこいつも作ってるやつなんですけど、非常に簡単にできて美味しいものなんでね、ぜひ真似してみてください。ベーコンを2枚乗っけて、そこにマヨネーズですね、マヨネーズいっぱいかけて、はい、こんな感じ。これだけで、ここ重要なんですけど、これが、トースターで、2分と3分の間やけど、ちょい3分よりで止めます。これが結構重要ですね。はい。こんな簡単なんですけど、出来上がると、こんな感じで、もううまそうですよね。はい、ランチョンマット引いて、パン着て、ヨーグルト着て、スプーンで、スプーンでかーっていう感じでね。はい、牧場の朝っていうヨーグルトを食べてます。これ子供の頃からよく食べててね、結構子供向けの甘めなヨーグルトなんですけど、大学生にもなってもね、まだこれ食べてるっていうことで、早って感じで、パン食べんの早って感じでね、いつもこの2リットルの水を1日かけて飲んでますね。まあこんな感じ、ざっくり僕のモーニングルーティンはこんな感じですね。こっから僕の1日がスタートするって感じですね。さあ、ごちそうさまをするのかな、ごちそうさまでしたということで、急に終わりました。